そうは予定としたらやっぱり8000個ぐらいは出るかな。だから前のお店は小さいお店でやってた時に車椅子のお客様が何人かいらしていただいてたんですよ。でそこはもう普通の一軒家みたいなお家だったのでバリアフリーにもなってなかったしね、車から降りてだからお手伝いしてお店の中に入れたりなんかしてたんですけど、そういうことがないようにこのお店を建てる時は設計士さんにお願いしてトイレも作ってもらってっていうような形にしたんですよね。一応ね、そこ窓開けてあるのは車椅子用の駐車場に誰かが入ったのが分かるような感じで窓を開けてあるにはあるんですよ。ですけれども、気がつかないときね、忙しかったりすると気がつかないときもあるので、お電話でもいただければもうすぐスタッフが開けるようにしました。35年間一生懸命作ってきた餃子ですので、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思います。お気軽にお呼びください。これもう。